地蔵院は、大阪二日月市にある新言州大覚寺派の仏教寺院。三号は、峰尾山。本尊は、地蔵菩薩。摂津国十八箇所第四十八番札所。創建は不詳であるが、寺伝では、天平年間に、京王期が創建したと伝えられている。その後、火災に愛寺伝や、道儀などを消失したが、慶長年間に、牧尾の名士の文章が、 新言立衆として最高。その後の漢文7年に、今日、有立衆により道具などが造営され、これが中高とされている。幕末に40年ほど無住職の状態が続き、荒れていたが、明治2年に、実験はなおが入山し、大修理が加えられている。現在の本堂は1987年に改築されたものである。孫松院。 ダラニ島高台にある境内には300体余りの地蔵が安置され、周辺は地蔵院樹林保護地区として9517.99平方メートルが高槻市の樹林保護地区に指定されている。地蔵院の本堂裏手の墓地には、村松院、ダラニ島という高さ4.8メートルの五輪塔が建っている。言い伝えによると、 ある構想がこの地で念仏残昧唱えたまませんした。ことを死体混流されたと言われている。ありがとうございます。